箸休めで何か言いたいことがある。ですか。あのですね、はい、すいません、あ、千葉さんすいません、あの田中圭さんめっちゃファンです。あ、ありがとうございます。今日お会いできてすごく嬉しいんですけど、なんか一番遠い席寄りされました。僕的にはざまみろって思ってます。なんでだよ、なんだよ、だって誤り経由されたらちょっとね。やっぱすいません本当に。まあ、でも貴重な経験だよね、はい、素敵だなと。ありがとうございます。すいません、ここだけちゃしゃってしまった、ありがとうございます。なんかないの、何が、なんかさ、ちょっと、ええ、ちょっと今塩対応じゃなかった。いやいや塩対応って、せっかくさ言って俺がそれさられてたらもう言う、言うやるよちゃんと。違うのよ、正直に言っていい、うん、ちょっと照れてんの。まあ、いつもね雄大くんに曲振りをお願いしているので、なんかどんな思いをこう込めて曲振りしてくださいとかがあれば。あのビッシュの名前がすごい特殊なんですけど全員、うん、その千葉さんにビッシュに入ったらこういう名前になりたいっていう名前を言ってもらってから曲振りしてほしいです。気になる。わかりました。いいですか。はい、わかりました。じゃあ雄大曲振りお願いします。それでは聴いてください、チンチロチーバも、あの大好きなビッシュでビーレディ。よかったんだけど噛んじゃったんだよ。なんで噛んだ今。噛んでたよね今ね。ちょっと噛んでたよね。若干甘がびじゃな感じ。うるさいね。何よもう。清掃員愛がすごいんですよね。清掃員って何ですか。あ、ファン的なことですよね。はい、だいたい分かってたけど、一応とりあえずさらっと清掃員って言うから、やっぱそこはさ言わないと。雄大、ね、はあれでしょ、千葉友だっけ。あ、そうです、千葉友。雄大、千葉友。俺はね、田中田中ですよね、だから初めてですね。はい、田中です。ありがとうございます。